IFS で来ております。風が強いです。最近はグリップ悪くなりそう。え、風強かったらグリップ上がるんじゃないの？上がらんよ。上がらん。あの砂が入るし、砂が入ってちょうど良くなるみたいな。いやいやいや、まあまあまあ、今日はね、とりあえず一泊乗って走りましたけど、次何秒目標で？15秒1かな。さっき7だったんでね。はい、でも飛ばしてない。最初からね、飛ばす人はいないと思います。まあマサヤの真似ですね、これ。マサヤの真似。最初から飛ばす人はいないと思いますけど。まあ、みたいな。そうそうそう。まあわかりました。ぜひ頑張ってください。はい。よろしくお願いします。タクも、あれですね。まあ一泊で走って、まあ、これがね二泊目ですね。出ましたね。さあ、一斉の2パック目ですね。まあ、これでちょっとやってもらいましょう。はい、また言ってな。なんかあったら持ってきて。
現在12時過ぎです。はい、12秒5です。え、12秒5です。あ、12秒15秒5です。15秒5で、朝一は15秒2まで出たけど、だんだんとタイム下がってきて、まあ、僕も今15秒5ですね。原因はね、あの路面が普通に暑くなって、普通にほら、もうこの天気見てください。涼介さんとかゼロとか出てる、この雲、うん、普通に1とか0とか出てるから。さあ、今から、新品タイヤでアタック行ってきたいと思います。はい、ミニ四駆でバズった須田さんです。どうも、ミニ四駆 YouTuber の須田です。まあ、前もね、バズってましたけどね、今回はちょっと数字が桁違いですね。いや、今50万回なんで、なんとか100万回行ってほしいんですけどね。はい、まあちょっと100万回行ったらあれですね、もうなんか普通にミニ四駆って調べたら出てきそうですね、上に。もう今でも結構上に出てきます。もう50万回なんでね、やばいな。でもラジコンでバズらないとね。ラジコン、まあまあやっぱミニ四駆多いですからね、ほんとラジコンチャンネルであれを超えたいね。はい、ラジコン動画です。じゃあ次はラジコンでバズらせてください。頑張ります。はい、たくまくんとも頑張ってください。あ、まあ頑張ります。頑張ります。 YouTube を来週 IFS ここまた来るんで、ビデオ係です。はいはい、期待しますよ。はい、とのことでした。はい、ということで今は、1時40分まあいろいろねテストして、まあいつの車も僕と同じ風にまあ前を動かすようにした。いいですね。いいですか。いいよ。まああとは人間ということで、まだ決まりきってないよね、パワーソースもいろいろと。うん、まあ、自分は今のところ15秒2までいけたので、まだマシかなと思います。まあ一斉的にはまだ満足しきれてない。まだまだ一応言っとくけど詰めれます。まだいけると。まあね、お昼食べたい。まあ頑張ってね。まあ、タコマのタイムはね余裕で越せると思うんだよ。へえ、多分頑張れよ。バイバイ。